あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本。こちらはネクスコ東日本です。午後6時15分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに外環を高野方面へ走行中の方にお知らせします。この先高野ジャンクションまでの区間で雨が降っています。続いて京葉道路を木更津方面へ向かわれる方にお知らせします。京葉ジャンクションから富浦インターまでの区間で雨が強く降っています。続いて東京を川崎方面へ向かわれる方に通行止めの情報です。横風のため袖浦インターから川崎浮島ジャンクションまでの区間で通行止めになっています。ハイウェイラジオ外環菅野よりお伝えしました。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本。こちらはネクスコ東日本です。午後6時15分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに外環を高野方面へ走行中の方にお知らせします。この先高野ジャンクションまでの区間で雨が降っています。続いて京葉道路を木更津方面へ向かわれる方にお知らせします。京葉ジャンクションから富浦インターまでの区間で雨が強く降っています。続いて東京湾アクアライン及び連絡道を川崎方面へ向かわれる方に通行止めの情報です。横風のため袖浦インターから川崎浮島ジャンクションまでの区間で通行止めになっています。ハイウェイラジオ外環菅野よりお伝えしました。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本。こちらはネクスコ東日本。
東道を東京方面へ走行中の方にお知らせします。この先で大型トラックと乗用車による事故が発生しており、現在事故処理を行っています。引き続き東京湾アクアライン及び連絡道を川崎方面へ向かわれる方に通行止めの情報です。横風のため袖ヶ浦インターから川崎浮島ジャンクションまでの区間で通行止めになっています。ハイウェイラジオ東関東道奈良島よりお伝えしました。あなたに実装ないネクスコ東日本、こちらはネクスコ東日本です。午後6時25分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに東関東道を東京方面へ走行中の方にお知らせします。この先で大型トラックと乗用車による事故が